んこんにちは、チョコバナナです。今日はですね、マイツアー恒例大好評グッズ何買うの買うをやっていきたいと思います。今回はですね、毎回出てすぐやるんですけど、なかなか取れる時間がなくってですね、グッズが21日にもう、ネットでね、販売が開始しちゃってるんですけども、3代目のレイズ・ザ・フラッグのグッズ何買うの回をやっていきたいと思います。いや、申し訳ない。21日の販売開始の前に動画を撮って、みんなにこう、スタートダッシュを決めてほしいっていう気持ちではあったんですけど、あと私の前髪がもうとんでもないことになってるのは、もう本当にどういうことなのでしょうかって感じ。なんかさ、もう前ここから割れちゃうんだけど、どうすればいいんだろうこれって。宿毛とかかけた方がいいのかな。もうショックっていうことでやっていきましょう。こんな感じになっていて、メンプロも一緒に発売されているんですけど、この直樹さんのビーツとコラボした、これスピーカーかな、2万5000円もするんだね。今びっくりした。まあビーツだからそうだよね、高いよね。これがまだ発売前で、4月14日より発売っていう感じらしいです。まあ、確かにね、可愛いんだけど2万5000円高いね。ナオトさんのプロデュースグッズはこのブランケットになっています。可愛いね。前のブランケット、そうメトロポリスのやつがね、こっちにあるんだよ。これ私鏡を、全身鏡をね、とりあえず隠しとくのに使ったり、ブランケットとして使ったりしてるんだけど、前のも可愛かったんだけど、今回はナオトさんのキャラクターかながいるものになっていて、バッグみたいに持てるのかな、これになってるっぽいですね。かわいい。でエリーちゃんのモバイルバッテリー、これもめっちゃ使えるし、デザインもさ、3代目っていうさ、3代目全開じゃないからさ、使いやすいよね。でケンちゃんのボディバッグがこんな感じなんだけど、え、前も同じのなかったっけって超思っちゃったんだけどさ、なんかすっごい既視感があるさ、デザインだったからさ、あ、前回好評だったショルダーバッグをボディバッグにした。あー、なるほどね。これさ、フラッグ入るのかな。これフラッグ入ったらさ、もうこのさ、バッグだけでさ、ライブいけるよね。めっちゃいい。ガンちゃんの目覚まし時計、この絵ガンちゃんが描いたんだって、天才だよね。もうガンちゃんってさ、できないことないんじゃないかって思っちゃうよね。パッケージとかも全部ガンちゃんらしい。すごっ。やっぱガンちゃんはできないことないわ、完璧。これさ、めっちゃ可愛いからさ、欲しいんだよね。ただ私が目覚まし時計を使うのかということと、私が目覚まし時計で起きるのかっていうことがまああるんだけど、これは可愛い、マジで。で、リュウジ君のポップソケット。これさ、私さ、未だにさ、使い方がわかんないんだけどさ、これ携帯の後ろに貼って使う感じ？バンカーリングみたいな感じ？でもさ、バンカーリングはさ、こう収納できるけどさ、これ収納できないじゃん？だからポケットとかにさ、入れられなくない？っていつも思って。てるんだよね。なのでこれはちょっと使い道を皆さんに教えてもらいたい。これさ、収納できないよね。だからね、ちょっと私ポケットに収納したい派だから。でもさ、リュウジ君のやつだからさ、私ね、使わなくても欲しいんだよね。私結局ハンドスピナー3つ買っちゃったしね、去年じゃないか、一昨年だって。1個目はマジ数分で壊れたし、2つ目も3日ぐらいで壊れちゃったの。だから3つ目は開けないで取ってある。回したい気持ちを抑えて取ってある、ね、でオミ君のパフューム、あ、香水ですね。エッチです。いつもオミクモがなんかちょっとエッチなの作るんですよね。本当に困ったもんよ。あ、しかも2本セットなんだ。甘くてスイートな香りと爽やかな香りの2種類をチョイスしました。なるほどなるほど。大きさどのくらいかわかんないけどさ、香水ってそんなバンバンバシャバシャ使うものではな、あんまないから、これも結構長い間使えそうでいいですね。フォトカードついてるし、この箱がさ、いつもオミクのやつはさ、なんか高級感あるんだよね。なんかネックレスとかもそうだったし、ブレスレットだけかな、もうなんか結構高級感あって、すごいなんか羨ましかった。そう、リトルがオミくん好きだから、オミくんのグッズもね、毎回買ってるんだけど、いつもこうちょっとなんかいいなって思ってる。この7つが今回のメンプロになってます。すごいよね、3代目さ、結構さ、ライブも回数重ねてって、ネタも切れつつあるのにすごいと思う、毎回考えるのがね。でフラッグタオルがこんな感じになってて、今回こうカラーがさ、赤青白っていう感じなんだと思うんだけど、可愛いと思う、マジで。ずっと青でさ、ずっとグッズ出していくのかと思いきや、メトロポリスでさ、赤紫になったじゃん。で、おーってなって。そう、私、メトロポリスの赤紫の衝撃忘れないんだけど、紫かーってなったんだけど、今回も赤、青、白っていう感じで、3代目といえば青っていう概念を、こう、いい意味で変えてるような気がして、すごいね。もうちょっと羨ましい。羨ましい。羨ましい。まあ、フラッグは買うとして、タオルも買うと思います。で、ツアーティーが結構あれだね、シンプルかと思いきや、後ろが結構いろいろ書いてあった。あとは、ビーチタオルとか、エコバッグとかも同じような柄で、エコバッグ
ック台の方、布の方、しっかりしてる方が黒バッグなんだね。わ、大きい。あ、で、なんかこの、あれか、この白いここのやつ、ここのやつが、素材わかるかな、動画で。あの、結構なんていうの、ツルツルの素材ってなんて言えばいいのかわかんないけど、になってて、あんまりさ、普通に日常で使っててもさ、三代目感がさ、あんまわかんないかもね、これだったら。三代目ジェイソールブラザーズって書いてあるやつとかってさ、日常で使うのちょっと恥ずかしい時とかもあるじゃん。ライブに行くっていう時の遠征のバッグで使ったりとか、あとはもうね、スーパーに行く時に使ったりとかしてたんだけど、これだったら全然使えそうかなって感じ。全然 LDH ではないんだけど、そのモネクのね、あの同じようなエコバッグもあったんだけど、それがデニム地だったのね。だからそれは結構ロゴとかも薄めで、それは普通に日常で使えてる。あのファンから見たら、ああの三代目のあのバッグねってわかるけど、あの三代目のバッグっていうのを知らない人から見たら、あ、おしゃんなバッグだなっていうデザインって使いやすいよねっていう何の話あとは T シャツが何着か出るっぽくて、多分デフォっていうかさ、みんなメンバーが着てくるのはこっちの T シャツかなって思うんだけど、 T シャツも何種類か出るっぽいですね。これは結構オシャンな感じ。あとはポーチでしょ。あとはトートバッグも出るらしい。あとはグラス、おー、オシャンですね。あとさ、そう、最近さ、このさ、オペラグラスをさ、公式から出してくるっていうさ、あの双眼鏡で見ててもいいんですね、いいんですねっていう感じのあれだよねそう、遠くてさ、もうこうやってさ、もう野鳥の会してる時あるじゃん、こうやって。あれを公認してるのかなというような感じでございますね。そう、ランペのさ、ホールツアーの時とかさ、双眼鏡越しにさ、目が合った気がする瞬間とかもたまにあるわけよ。怖いよね。絶対怖いと思う。だってさ、自分がさ、ステージに立ってる身だとして、双眼鏡で見られてると思ったら、でもどこ見てんのかな、やばい、恥ずかしい恥ずかしいってなっちゃうと思う。すごいと思う。もう毛穴レベルまでさ、綺麗にしていかないとだねって感じだね。はい、次。で、T シャツも、もう一種類かな、もう一種類あって、で、ビッグ T シャツっていうものですね。これは女の子が着るとなのかな、二の腕の境目、なんていうの、ここの、この、あ、肘ぐらいまで丈が来るやつですね。これダボっと着れるからめっちゃ可愛いと思う。 T シャツ3種類出すのちょっとずるいわ、ほんとずるい。で、あとはキャップですね。今回ツアー期間が結構なんか公演数がめっちゃあるわけじゃないけど、期間が結構長いから暑い期間もね、あると思うのでおすすめかも。あとはラバーキーホルダー、これね、地味に欲しい私行った記念としてさ、買っちゃうよね、わかる。あとは iPhone ケース、これデニム地みたいな感じなのかな、あ、ガチのデニム地か、デニムの柄じゃなくてデニム地なんだ、のケースですね。私最近 iPhone ケースね、変えたばっかなので、あの近々 iPhone ケース変えた動画が上がると思うんですけど、それを見てほしいなと思います。次、ボールペン。これさ、もう学生とかはさ、買いたいよね。ずっとさ、3代目とさ、私学生の時さ、文房具系はさ、結構買って筆箱に入れたりしてたし、ステッカーも結構買って筆箱貼ったりしてたし、とにかく3代目と共に過ごしたかった。あとクリアチャームとか、今でこそね、ガチャめっちゃあるけど、ブループラネットとかの時はクリアチャームが初めて出たのよ、確か。ガチャガチャでしか出なかったから、めっちゃ回してリュウジ君をゲットしてカバンにつけてたんだけど、1個ね、落としたの。もうほんと2週間やんだもん。次、タトゥーシール。タトゥーシールは結構必須アイテムというか、LDH ライブあるあるだかなと思うんだけど、このゴールドのやつがすっごい可愛いからね、私は多分ね、リトルと行くんだけど、このシート1枚買って、シールをね、分けて使うと思います。このね、細長い、一番下にある細長いやつとかは、こう手首にこうつけて、ブレスレットじゃないけど、みたいにしたりしてつける。あとはちっちゃい星とかは、こう耳に、耳のこの耳タブのところに貼ったりしてた。あとは缶バッジ。私この缶バッジのさ、これが欲しいの。あの、動物のやつ。全部集めたい。リュウジ君はライオンかな。もうほんとかわいい。サイン缶バッジも欲しいね。あとね、この 3D クリアファイルっていうのが今回出たんですけど、メンバーが浮き出て見えるよ。私はリュウジ君と全員のやつが欲しいから、ちょっと何枚か買おうかなって思うんだけど、これも開封動画、もしあのリクエストがあればしたいと思います。で、次からがすっごい可愛いんだけど、 さっきさ私が欲しいって言った缶バッジの柄のアニマル柄のメンバーが書いてある収納ケースなんだけど、これがね、すっごい可愛いのよ。で、お部屋のインテリアとして欲しいなと思ったんだけど、ただいま品切れ中なんです。で、同じ柄のティッシュケース、こちらも品切れでしょ。これも可愛いんだよね。ただ私ティッシュケースはさ、めちゃめちゃ大きいさ、ぬいぐるみティッシュケースみたいなの使ってるから、これはまあいいかなって感じで。このカーペットクリーナーも欲しいんだけど、これもね、品切れ中なんですよね。あとはオンライン限定のシャツ。あ、これ背中が3代目の顔が映ってるんだね。あとはバンダナ入り缶ってやつが、あの会場、各会場とトラステ
の分が出るんだけど、まだ東京の限定が発表されてないんだよね。バンダナもさっきの可愛いこのアニマル柄で、これはねアニマル1匹だけじゃなくて頭に別のも乗ってるので、これさ自分の推しのさバンダナのカラーをさゲットできたらさ、ライブ中さこう頭にさリボンみたいに巻いたりさ、手に巻いたりさ、ここに巻いたりさできるじゃん。これいいね。缶も多分これ小物ケースみたいな感じで使えるだろうし、柄が違う2つとかがあったらさすっごい可愛いだろうね、インテリアとして飾ったっていう感じでございます。今回は3代目のレイズ・ザ・フラッグのグッズ何買うの回でした。最初はカートにどんどん入れていこうかなと思ったんですけど、とりあえずフラッグタオルだけ私とリトルの分を買って、他のものはちょっとね実物を見にトラステに行ってみようかなと思います。皆さんはね何を買うか決めましたでしょうか。少し動画出すの遅くなってしまってね、売り切れてるものも出てしまったんですけど、まあ、ライブまでねまだまだ日付がある人、私はね9月の東京ドームのやつ行くからまだまだね時間が半年ぐらいあるんですけど、それまでの期間もねワクワクしながら待てればいいなって思ってます。こんな動画出してほしいとか LDH 関連で参戦服とかどうすればいいのかなっていう質問とかがあったら、ぜひぜひコメント欄に書いてほしいなと思います。それではチョコバナナでした。バイバーイ。